ワークマンの土屋でございます。実は仕事にですね、遊びを感じられるものっていうのが一番の幸せだじゃないかなと。一番転機になったのは、2018年の9月にワークマンプラスを作ったことですね。ワークマンプラスを作った時に実際は女性客の方が多かったんですね。ワークマンがなぜキャンプギアを始めるのかと、防虫加工を使ったテントでやりますと、虫があまり近寄ってこないということで、まあ、初心者に快適なキャンプができると。少なくても燃え広がらないんです。点ができるだけです。ですからこういうやつをテントに使えば、テントの横で焚き火をしたりバーベキューしますんで、ですからそういうものがワークマンの独自の世界と、我々は仕事に役に立つものをずっとやってきたと、そういう発想でテントやタープや寝袋を作るということでやっております。羽毛にちょっとした機能性の綿を混ぜるというのがです。 100% 羽毛じゃダメなんですよね。あと動物性ですから SDGs 的に言っても良くないし、これについても私どもはアンバサダーマーケティングと呼んでるんですが、まあ、これについてちょっと詳しく説明したいと思います。3、2、1オープン。すみません、はじめまして、アンバサダーのヒデと申します。ヒデさん見てます。 ありがとうございます。嬉しいです。アンバサダーので勉強しちゃいけないんだけど。まあ嬉しいです。わかんないんですよ。商品も教えてくれないんですよ、私素人だから。いえいえ、そんなことないです。ヒデさんの方が説明は丁寧だ。ありがとうございます。僕は割とザクッとしてる部分もある。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。見てます。エゴサーチ派なんでずっと。そうなんですか。そうですね。電車の中とか。時間があれば私と。いやでも商品知識すごいですね。え？商品知識すごいですよね。ああ、もうでもワークマンのいろいろアンテナ張って見てます。オタクですか。そうですね。オタクです。オタクです。いくら勉強しても仕事でやるとダメ。さっきの遊びと仕事がしない。遊びにならないとダメ。これもすごい、あのステートメントは、なんていうか、その。なんでわざわざこうなんかやっぱりこうアウトドアがブームだからそのそれに手を出すんだろうみたいなこう邪推な見方もあると思うんだけど、なんかそのワークライフバランスのお話であったりとか、その僕結構仕事と遊び混同するタイプでめっちゃ幸せなんですけど、なんかそうやってこう働く人の幸福度を上げていくブランドになっていくみたい な, なんかそういうで、なんかそれもすごいいいですね。なるほど。なのですごい今日はすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。またいろいろ聞いていただいて、いいように噛み砕いていきますので。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さんかなと思ったんですけど、ね、あ、そうなんです。意味わかんなかった。あ、今ね。今わかんないですよね。マスクしてますし。かなと思って。すみません、いつもありがとうございます。失礼します。土屋哲夫よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ワークマンの土屋でございます。今日はまあ、新製品発表会ということでお越しいただきましてどうもありがとうございます。まず陳列展示をご覧になる前に、なぜキャンプギアをやるとかですね、そういう背景を説明したいと思います。すいません、20分ぐらい時間をいただきまして説明します。でプロフィールとか企業概要はお配りの資料に入っておりますので省略させていただきます。でこの辺のテーマですね、一番大きなテーマとして、なぜ今キャンプギアなのかと、ワークマンがなぜキャンプギアを始めるのかということを説明したいと思います。でこれ全体20枚ぐらい の資料なんですが、全部を見るとこれが分かるようになっております。でギアのプレイヤーが多い中で埋没しないのかと、やっぱりこう100社近くいるんじゃないかと思うんですが、最近は100均さんとかですね、ホームセンターさんとか、そういう中でワークマンは何を狙うのかということをご説明したいと思います。でもう一つ2番目のテーマとしましては、今回のギア開発におきましてアンバサダーさんとコラボしているのかということでございます。これについても私どもはアンバサダーマーケティングと呼んでるんですが、これについてちょっと詳しく説明したいと思います。で3番目のテーマとしまして、こう
ウェブ注文で店舗受け取り限定と非常にハードル高いんですよね。ウェブ注文だけでもハードル高いし、店舗受け取りっていうのはかなり高いと。でこういうあのビジネスモデルが成り立つのかどうかということについてご説明、しかもなぜなのかということについてご説明したいと思います。で都心にはあの店舗がないのでお客様には不便じゃないかということに関してもお答えしたいと思います。であのこれからあの1分30秒のビデオを見てもらいたいんですが、これはあのワークマンの思いをですねこう描いたビデオでございまして、意外とあの画像を見てるとさらっと流れるんですけど、ぜひですね字幕を読んでほしいんです。字幕見るとあの意外とこう納得するといいますか、まあ、私もあの内心本当にギアやっていいのかなってあったんですけど、このビデオを見ましてですね結構説得されまして、いやああそうだったのかと、まあ、私があの気づかなかっただけなんでしょうけども、まあ、そういうビデオですので、ぜひ1分30秒間のビデオをお楽しみください。ポイントはあの自然の中ではみんな職人だと。あのキャンプに行きますとあのこう料理が出てくるわけじゃなくて、家から作んなきゃいけないわけで、組み立ててあのペグを打ってですね組み立てなきゃいけないと、全部職人さんの世界なんですね。ですからあの自然の遊びの中にはたくさんの仕事があると。で我々あのワークマンはこう仕事の働く人にこうウェアや道具を提供している会社だったわけです。であのキャンプのギアの小物と実は工具のですねメーカーさん結構一緒なんですよね。ですから仕事着がありキャンプウェアがあり、工具屋さんがあり、ギアのメーカーさんがあるという形で意外と近いんだなっていう、私も妙に納得しちゃいました。で、まあ、最後あのワークマンの新しい挑戦は遊びだと、これすごいなと思ってまして、結構あの考えますに今ワークライフバランスとか言いまして、仕事とこう、まあ、遊びを分ける世界が流行ってるんですが、実は仕事にですね遊びを感じられるものっていうのが一番の幸せだじゃないかなと。仕事だか遊びだか分かんなくて仕事してる人、これ一番こう幸せだと思いますね。ですから、まあ、そんな思いもあるのかなっていう場合で見ております。でワークマンの業態進化ってことでちょっと説明したいと思います。実はワークマンがフィールドコアとかイージスとかファインダウト、こういうスポーツアウトドアのブランドを作ったのが2016年なんです。でこっからですねワークマン の成長が始まりまして、一般向けに関しましてはバイバイゲームって言いますか、毎年倍になったんですね。すごい需要があったということで、もともと需要あったんですけど気づかなかったんですね。なんか声のする方に進化するって、これは私どもの社是なんですが、結果としては大体遅れて進化すると、周回遅れですね。1周回って気づかなくて2周目になってようやく気づいて追っかけると、そんな感じで一般客ビジネスが始まりました。で一番転機になったのは、2018年の9月にワークマンプラスを作ったことですね。それまではワークマンの普通の売り方をしてきましたから、一般客向けは大きかった、倍には増えたんですけど、全体からすると数パーセントだったんですね。それをワークマンプラスを作って見せ方を変えてこう違うアピールをしたということで大きく成長しました。それと同じように2020年にワークマン女子、これ実はですね2018年にワークマンプラスを作った時に実際は女性客の方が多かったんですね。それですぐにはやらず2年ぐらいかけて
こう満を持してやったと。で、あの今回のですねキャンプギアなんですが、これもずっと前からですね声がありまして、やる、まあ、声があったらやる会社なんで、ただ時間は問わないんで結構時間がかかる会社です。で今回はあの本格的に参入すると。ただし、店舗にこう空間的な限界がございますんで、先ほど申しましたようにウェブで注文を受けて、店舗で渡すというような形式になります。で、アウトドアの売上、これ実際のこの、3年の売上なんですが、2019年から21年の間に4倍になっていると。勢いがまあそこそこ続いているわけですが、まあ、相場店舗の限界に達するというふうに見ております。でこれはですね市場側なんですが、キャンプの1年目の方の割合、20年の段階で 4人に1人が新しく来た人で、これはもっと高まってまして30何パーセントに今なっていると思うんですが、キャンプ場に行くと新しく初心者がいっぱい増えていると。でキャンプ場の予約はいっぱいという状況になっています。まあコロナでブームといえばブームなんですが、まあ一過性で終わらないんじゃないかと。一回こう死ぬとやっぱり行き出すと。ただし1回目行くですね、こう障壁が非常に高いと。テントでこう8万10万すぐしますので、人に相談するとそっち行っちゃうわけですよ。みんなキャンプが趣味なんですが、どっちかというとキャンプギアがに凝ってる人が多いんで、そうじゃなくて一般の方も気軽に行けると。で何か不具合があったらもう車の中で寝るとかですね、寝袋は大丈夫なんで、そういう軽い気持ちで家族やパートナーさんと行ってもらうというのを前提にしております。でこれはユーザーの声なんですが、もう2019年の段階からもうキャンプキャンプキャンプですよね。冬キャンプがあると。でこれ期待が大きいと。で期待が大きいと我々自分の強みを生かせる範囲でそちらに向かっていくと、声のする方に進化すると。単に行くんじゃダメですね、進化しなきゃいけないと。でそれで時間がかかります。で今回のキャンプギアのコンセプトなんですが、左側の一番の目標はキャンプのハードルを下げると。ワークマンだからできる低価格と。ただこれだけじゃ面白くないんで、ウェアで培った、高機能の製品をテントで活用するということになります。例えば今私が着ております、上下なんですが、これほとんどすごい機能が詰まってまして、上着とこの黒の T シャツですか、これはですね防虫なんですね。で防虫ってキャンプにいっぱい行ってる方はですね慣れてていいと思うんですが、初めて行った方、特に女性は絶対虫嫌ですよね。でそれを、これを着てると来ないんですけど、防虫加工を使ったテントでやりますと、虫があまり近寄ってこないということで、初心者に快適なキャンプができると。あとついでに私が今着てるパンツとこのベストですか、これはですね防油加工といいまして、火の粉に強いんですね。キャンプに行きますと必ずバーベキューがあったりですね、火を焚きますので、それが例えば木がはぜてパチパチとなると、その時にですねよくキャンプに行くとみんなこう身を引くんですね、高いものを着てる人は。でもこれだとちょっとぐらいついても大丈夫ですし、少なくても燃え広がらないんです。点ができるだけです。ですからこういうやつをテントに使えば、テントの横で焚き火をしたりバーベキューしますんで、ですからそういうものがワークマンの独自の世界と。上に書いてありますが、うちの目標は機能といえばワークマンを初めに思い出してもらうと。例えばシンプルっていうと無地さんとかですねありますよね、業界に。だからそれで我々は機能性を取りたいと。で結構ですね、自由記入でアンケートを取りますと結構機能性ってことは浸透しつつあります。もしかすると機能性といえばワークマンになってくる可能性がございます。でこれワークマンだからの世界ですね。防油加工、撥水加工、撥水って結構重要で、テントに使いますとテントを畳んで撤収する時、ちょっと朝露が浴びてるとかですね、そういう時にパタパタッと叩くだけで、そちらの実験ブースございまして、そこでテント生地に水かけて見られると思うんですが、結構重要なんですね。撤収、やっぱり作業が入るんですね、仕事が入るんですよ。だからそういう時に我々は仕事に役に立つものをずっとやってきたと、そういう発想でテントやタープや寝袋を作るということでやっております。
ちょうどこの水玉のこの丸ですね、これ水を弾く耐久撥水ですね。でこういうのが意外と便利なわけです。でワークマンだからのその2でいきますと、例えば寝袋、この寝袋実はですね、今現在でワークマン のギアの紹介サイトで登録して一旦登録して買うときに便利ですね。登録をいっぱい出して買うと、で登録でナンバーワンがこの、フュージョンダウン、シラフでございます。で保温はもちろんなんですが、保温より重要なのは吸湿ですよね。テントの中ってこう結構湿度が高くてですね、中が結露したりしているわけで、それをですね吸湿するというんで寝心地が非常にいいというんで、多分今日中に受けちゃうと思うんですが、まあ今日の分ですね、毎日少しずつ何千って出すんですけど、まあ、これナンバーワン商品です。でこれは上にありますフュージョンダウンという製品がありまして、この技術そのものです。だから羽毛にちょっとした機能性の綿を混ぜるというのがあれです。 100% 羽毛じゃダメなんですよね。あと動物性ですから SDGs 的に言っても良くないし、できるだけ綿を混ぜるというんで作ったり、まあ、その辺がちょうどいいけど、防虫は先ほど紹介した私のこのジャケットですね。これちなみにファスナーをやりますと頭まで来ましてですね、完全防備ができます。例えば蜂がいるとかですね、いうときは頭で、ガーデニングとかですね、キャンプ以外にも、まあ、農業とかガーデニングにも使います。でこれはラインナップですが、ラインナップの特徴は、一挙に130アイテム揃えたわけですが、初心者向けのキットがございまして、5点セットで1万円以下で揃うと。でこれを持って気軽にキャンプに行ってほしいと。ただあんまり相談して考えていろんなネットで検索していくと帰っていけなくなるので、これとあとまあ調理系ですねさえあれば、まあ、一応行ってもらえるということで、まず家族だったらお父さんがソロで行ってきて、その後4人のあれを買うとかですね、まあ、気軽に第一歩が踏み出せるということでございます。でこれ2月1日に出したんですけど、最近の円高、原料高、輸送費高、まあ、三重苦なんですけど、まあ、どれもですねかなりの値上げ要素なんですよ。でそれの中ですね、売上の 62% を占める PB 品の価格を据え置きしました。でこれの一つのですね秘訣はキャンプギアなんですよ。でなぜキャンプギアが関係あるかと申しますと、例えばこういうウェアでですね防虫をやるとですね、これを1着分だとしますと、4900円のソロキャンプだと3人分生地を使うんですよ。で6畳ぐらいのですね4人向けの1万7800円のテントですと15着分使うんですよ。ですから同じ素材、まあ、この辺の素材ってこの防油ですね、フレームテックって火に強いフレームテックって言うんですけど、これなんかは私どものオリジナル製品なんです。でたくさん作れば作るほど安くなりますね。まあ値引きはできないんですけど価格の維持はできるということでやっております。ですからコストダウン、要するに化学勢力宣言の裏に同じ素材を、キャンプギアで横展開するというのは結構大きくなっております。何しろ15着分なんですね。で次のテーマとしてアンバサダーマーケティングの成果なんですが、まあ、今回も相当アンバサダーさんに手伝っていただいております。今全製品 PB 製品の、まあ、売上の 62% を占めます全製品の3分の1がアンバサダーの開発製品になっております。で将来的には半分にしようと。でどう評価されているかと申しますと、ご参考のとこなんですが、インターブランドさんっていうの世界でこうトップのですねブランドコンサルというんですね、そこの会社が顧客体験価値ランキングって出してまして、そこでワークマンがなんと2位に入りました。これ私どもびっくりしてまして、1位が星野地蔵と、これ順当ですよね、顧客体験そのものですよね。年に2回1回星野地蔵と行くのを楽しみに働いている人ずいぶんいますよね。でその次にうちってのはちょっとあれだと思ってます。3位がちなみにサントリーとかですね。で流通で言いますとニトリさんとかモスバーガーさんとか、丸亀製麺さん、これコロナ期にうどんのテイクアウトを作ったんですね。うどんとこれすごいなと思いまして、まあ、こういうところコメダコーヒー、これもあれですね、顧客体験ですね、集いの場ですよね。コーヒーなんか売ってないわけで集いの場を与えると、まあ、こういう会社が入っております。で
まあ、我々のアンバサダーの声で開発製品開発のユーザーイノベーションだと思ってまして、まあ、ユーザーの声を丸呑みして 100% やって作るとものすごく売れると、まあ、社員がゼロからやったやつでも売れるんじゃないかと思っております。でこの辺がアンバサダー開発アイテム、ただ、130のうちの43なんですが、重要な製品は全てアンバサダー製品です。で売上的には8割を占めてます。ですから非常に重要な役割を果たして、ですからユーザー目線の欲しいをアンバサダーさんに代弁してもらうということでやっております。やっぱりアンバサダーさんってやっぱり読者が満タンで見たりですね、毎日対話してるんですよ、ユーザーさんと。だからユーザーの意見を集約してるんです。だから1000人のモニターに製品どうするかって聞くよりは1人のアンバサダーさんに聞いた方が意見としては真ん中にいるんですよ、やっぱり流行りのところにですね。だからその辺が結構私どもにとってはイノベーション。1000人2000人のお客様の意見聞くよりも1人のアンバサダーさんの意見を聞いた方がより真ん中にいて、結果としてまあ製品がたくさん売れるということですね。意見の中央値ですね、こういう統計的に言いますと中央値に必ずいると。すごいですね、毎日対話してるからです。でまあその辺でギアの販売計画なんですが40億円ぐらいを目指してる、まあ、中堅のギアメーカーさんぐらいになるんじゃないかと1年目 でこれは55億まで増産体制がございます。製品を見られる場所を作っております。でモールのですね運営者に協力してもらいまして、全てのモールでですね展示場所があります。ですからどっかでですねデモルーム的にこういうのも使えるということでやっております。それと今現在商品どうなったかと申しますと、まあ、かなり評判良くてですね、実はネットで1週間ぐらい前から公開してるんですが、その中でですね登録するって言いますか、お気に入り登録にですねもう結構な数量集まっておりまして、お気に入り登録ベースで一番今人気があるのが、フュージョンダウンシュラフ、2番目がアルミローコット、3番目がベーシックロームテント、まあ、これメイン商品ですね。ページビューはこれが一番多いです。やっぱり関心高いということで、4番がアウトドアピロー、5番がアルミローチェア、6番がセパレートインフレーターマット、7番がワイド耐熱フィールドテーブル、 8番目がアウトドアマットレス、9番目が真空ハイブリッドコンテナ、10番目がパラフィンパンブーラージシート、まあ、こんな順になっておりまして、これ見ますとですねかなりこう需要が分散して、まあ、4つぐらい買うとほとんどセットになるとかですね、そういう感じになります。で多分今日の分は売り切れになりそうなやつがすでにもう8アイテムぐらい、まあ、この数字でお気に入りに入れると、まあ、半分ぐらいの人買いますんで、しかも1日目2日目が多いん でそれからやりますともう8アイテムぐらいが売り切れになりそうということで、おかげさまでかなり人気がございます。で販売はお気に入り登録はできるんですけど、販売は今日の12時からでございます。まあ、ちょっといろいろ話題が飛んだんですが、3つの疑問に対するお答えとしてお話ししました。ご清聴ありがとうございました。サリーさん今日はありがとうございます。あ、よろしくお願いします。サリーさんにいろんな製品 の、はい、お手伝いをいただいたんですが、はい、サリーさん今日発表する製品の中で、はい、何が一番こうおすすめでございますか。あ、そうですね、やはり私が開発に一番携わったワイドミシックドームテントっていう4人用のファミリーテントがあるんですけれども、はいはい、最初ワークマンの社員さんの方から、はい、初心者向けにテントを作りたいんですが、はいはいはい、どういうのがいいですかねと聞かれて、はいでまあ、テントって言ってもよく皆さんが想像される三角型のとんがりテント、はい、T 型とか、はいはいはい、あとツールームっていう大きいテントとか、はい、あとロッジ型っていう四角いテントとか、はい、いろいろある中で、はい、私ほぼ毎週キャンプにもう行く生活をしてて、はいはいまあ、ブログや YouTube でちょっとキャンプ行ってくれっていう、はい、メディアで紹介してるんですが、はい、その中で、まあ、使ってきた今までの経験からやっぱりドーム型が一番使いやすいんじゃないかって思いまして、はいはい、そちらを提案させていただいて、それでカラーとかも全部私の意見を丸飲みしてくれたというか、はいはい、やっぱりキャンプのカラー、はい、すごく流行が、はい、洋服と一緒で流行がすごくあって、はいはいはい、今ちょっと前はカラフルなものがすごく流行ってたんですけれども、はいはいはい、今は結構アースカラー、はい、ブラウンであるとか、はいはいカーキであるとか、はいはい、そういう色が流行りですので、はい
やはりブラウンと、はい、ちょっとグランピングのイメージさせるホワイトがいいって言ったところ、はい、もうそれをパンと作ってくださって、いや、サリさんの製品で私印象的だったのは、はい、2色使ってると、結構2色で、しかも白とブラウンですよね、はい、あれすごいなと思いました、はい、ありがとうございます。そう、1色にしちゃうとちょっとキャンプ場でも目立たないかなと思って、はい、近くに寄ると実はツートンになってるとか、そういうこだわりも全部社員さんが受け止めてくれた、はい、くださったので、すみません、さまつな質問なんですが、はい、サリさんの YouTube 見てまして、ありがとうございます。一子さんと一緒にこう、はい、ソロキャン用のですね、組み立て競争をやってたんですが、はい、あれの感想はどうですか。あれは実はキャンプ場でマイナス3度の時に組み立てたんですけど、はいはい、手袋してるともうかじかんじゃって、はい、手が、はい、でもそんな状態でも、はい、女性2人で競争したんですけど、はいはい、力がなくてももう作りもすごいシンプルなので、はい、多分こことここを穴セットすればつながるよねみたいなのが、はいはい、まあ、説明書をざっと読めばすぐ頭に入って、はい、簡単にもうパッと 10分ちょっとで本当組み立てられたので、すごい分かりやすくていい製品だなと。サリさんキャンプ行ってますけど、はい、組み立てるのは結構旦那さんですか。あ、普段、はい、組み立てをしてるのは夫が一人でやってます、はい、ほんとじゃあ初心者としてほとんどそうキャンプには行ってるんですけど、はい、設営とか撤収はほぼ初心者に近いですね。わかりました、はい、その方が簡単に組み立てられるってことで、そうですね、初心者向けの組みとしては、はい、まず合格ってことで、そうですね、そのテントは非常に組み立てやすかったです。わかりました。逆にワイドテントはちょっと女性一人の力では硬いところとかもあったので、それは正直に私の YouTube でちょっとユーザーの意見として今度はもうちょっと女性にも一人でも組み立てやすいとかいうのを作ってくれるといいなっていうのをちょっと生の声で入れさせて、毎回課題いただきまして、ね、硬いハードルでなかなか難しいんですが承っておきます。お二人ありがとうございました、はい、ぜひサリーさんのテントも展示してありますので、この後ご覧いただければと思います。それでは土屋さん、お披露目をお願いいたします。皆様お待たせしました、ワークマンのキャンプギア製品をお披露目したいと思います。カウントダウンでやりたいと思いますので、サリーさんと一緒に、皆さんよろしくお願いします。そうしましたら3、2、1、オープン。土屋さん、サリさん、ありがとうございました。これよりご入場のご案内をさせていただきます。スタッフがご案内いたしますので、その場でお待ちください。